こんにちは。今日も笑顔でいらっしゃいませ。イオンの魅力宣伝担当のびちゃんです。今日は愛知県三好市にやってきました。皆さん覚えていますでしょうか。6月にですね、私たち JA 愛知経済連さんと一緒にですね、大地の風というお米を田植えさせていただきました。今日は見ての通り、この旗も見て、愛知の新米の季節、稲刈りをやりたいと思います。イエーイ。で、今日は私だけじゃもったいないので、特別ゲストのみんなと一緒に大地の風の稲刈りをしたいと思います。今日はよろしくお願いします。アグリトーさんも応援してます。それでは行ってみよう。今回の特別ゲストはこの子たちです。イオンチアクラブ、新玉橋店、名古屋ドーム前店、名古屋のりたけ店のみんなが参加してくれました。右手ワイヤーからの開会の挨拶です。企業に定る紹介カンパニーで、お米の企業を担当しております右田と申します。本日はよろしくお願いします。まあ最初にですね、いつもイオン、ご利用いただきましたというところと、まあ、本日のイベント等々を開催していただきました愛知県内さんの生産者の方、本当にありがとうございます。深く感謝を申し上げます。まあ、今日ごめんなさい、尺がないので割愛しますが、こんなことを右田さんは言っておりました。周りの人傷つけてしまいますので、必ず手前、自分の方に、ギコギコ引いてくるということで、稲刈りをお願いをしたいと思います。いよいよ田んぼへ出発です。さあ頑張って稲刈るぞ。よし、オッケー。見して。米の粒がでかい。右田バイヤーもここぞとばかりに収穫しておりました。田んぼを駆け回るキッズたち、癒しか。頑張ります。もう雇ってもらわないと思う。この釣りと、ここからは鎌で切った稲をコンバインにかけて脱穀していきます。大地の風、見事に収穫できました。最後はコンバインを使って自動稲刈りしていきます。のこさんへの質問かな。じゃあまず1点目です、はい、やっと、大地の風の収穫の時期になりましたけども、はい、今の思い聞かせてください。今年は、まあ、暑い時期が続いて、まあ、天候に左右されることが多かったんですけど、まあ、なんとか収穫ができて、まあ、これを皆さんに美味しく食べていただけたらと思います。まだ収穫ちょこっと残ってるんですけど、頑張って続けていきたいと思います。今年は一時期お米がですね、スーパーから消えるみたいな大変なことがありました、
じゃあ農家さんが 今までやってきてこれ大変だったなっていうことって何かありますか？去年の話になると思うんですけど、去年はカメムシの被害がすごく多くて、そのうちの会社の中でもこう収穫量が7割ぐらいまで減ってしまって、まあ、そういったこともあってスーパーのお米も減ってしまったっていうのがあって、まあ、それをこう解決するためにカメムシの消毒を今年積極に全部でやったので、収穫量というのが、まあ、通常通りの量に戻ったので、まあ、安心して皆さんのところにお届けできると思います。今年の新米は大きく取れたということで、はい、そういった対策もいろいろしてくださっております、はい、じゃあ、最後に、はい、これはもうどうしても聞きたかった、農家さんがおすすめするご飯のお供、はい、教えてください。これは新米の時期でちょうど時期が重なるもので、今って大根とかカブとかの抜き菜っていうのが売っているので、それをこう菜飯としてご飯にあえて、そこの上に明太子を乗せるのが明太子大好きです。よかったら食べてみてください。ぜひみんな真似しましょう。 Thank you。 いよいよ疲れた体に活力を、大地の風大昼食会です。炊きたての新米に大人も子供もウキウキです。本当に今ご飯食べて豚汁食べてすごい合う。大地の風も大粒なので、すごいなんかこう汁を吸ってくれてる感じがしました。さっぱり食べれるので、こういう濃いめの豚汁にもすごく合うなって。今日頑張ったからさ、すごい美味しい。熱くないサラダ。マジうまい。どうですか？お米。豚汁の方がうまいです。お口いっぱいに大地の風をかき込みます。いや、言っちゃうよ。おいしい。Good。おいしいですか？おいしいですよ。おかわりですか？おかわりです。おかわりです。粒立ち最高。噛めば噛むほど甘い大地の風と野菜の旨味が閉じ込められた豚汁。これはもう再現しなくてもいいんですか？もう早くイオンに買いに行って。今回は稲刈りを通して大地の風の美味しさをお届けいたしました。子どもたちもすごく楽しそうに稲刈りを体験できました。退院証を持ってアグリトーさんと記念写真です。イエーイ。 JA 愛知トヨタ生産の大地の風は愛知県下のイオン、イオンスタイルにてお取り扱いしております。一部店舗がちょっと品揃えない場合があります。ぜひ売り場の係員にお申し付けくださいませ。辛い、かゆい。この動画を見て大地の風が食べたくなったあなた、チャンネル登録よろしくね。